ありがとうございます。はい、今日なんですけど、まあ、前回に引き続き、まあ、車の紹介やっていきたいと思います。前回の動画でも言ってたんですけど、まあ、DIY ですね。今日はこちらの動画を作っていこうかなと思います。で、正直ちょっと動画にする気なかったんで、実際も完成してしまってるんで、一回これ全部バラして、これも全部バラした状態、もう空の状態から組み立てていくという動画になってますんで、まあ、簡単にできると思うんで、皆さんもぜひ作りたい人は参考にしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあバラしていきます。はい、空っぽになりました。もうここにもう持ってたもの全部落としてます。じゃあ早速元の姿に戻していきたいと思います。まずするのが土台ですね。あのパイプで作ってたあの台みたいなやつ、あれを作りたいと思います。作りたいと思いますとかも作ってるんですけど、これですね。これイレクターパイプっていうんですかね、イレクターパイプってやつを、まあ、ホームセンターとかでどこでも売ってあると思うんで、それをまず買います。3メーターで2000円ぐらいだったかな。それをまあ自分の車に応じて寸法を取って、まあ切れなかったら店員さんが切ってくれるんで、まあ、自分は店員さんに頼みました。で、それを組み立てます。とりあえず切ったので、こんな感じ、こんな感じ、わかるですかね。なんか外れる、こんな感じのを作ります。で、作ったら、まあ、ほんと単純ですよ。あらら、またまあ、まずこんな感じにセットします。こんな感じにセットします。で、あの、前の動画でも言ってたんですけど、高さがここしかできなかったという理由がこれです。これがちょっと邪魔だったんですよ。なんで、まあ、この高さにしかできなかったということで言ってます。これを作りました。で、次に、よいしょ、まあ、こんな板、こんな板、まあ、ホームセンターでこういうのも、ホームセンターでこういうのも売ってあるんで、これもカットしてもらって、厚みはどんくらい、コンパネか、コンパネをホームセンターで買って、厚みはこれどんくらいですかね、10ミリぐらいの板、まあ、あんまり細かったら荷物乗らない、耐久性はね。こんな感じで、こんな感じで、奥だけですね。で、ちょっと自分は木がちょっとむき出しになるの嫌だったんで、これもホームセンターに買ってあった、なんかホームセンターに売ってあったレザーのシートみたいなやつを4枚ぐらい貼ってます。で、滑り止めなんか余ったんであれ貼ってます。はい、これでもある程度形できたんじゃないですか。うん、ね、ですよね。簡単でしょ、うん、ほんとね、何時間からできたんです、ここまで作るの。あとはもう、ね、好きなもの
突っ込むだけなんで、まあ、ここから元の状態に戻していきたいと思います。はい、こんな感じです。早かったでしょ。まあちょっと今日暑いけん、ちょっと汗かいてきたけど、まあこんな感じで、まあ、誰でも簡単にできると思うんで、まあ、自分もちなみに工具とか使い切らんし、まあ、物買ってサイズ測るぐらいしかできんですけど、あとはもうお店の人がこれも作ってくれるし、まあ、分からなかったら、まあ、気軽に DM してもらっても大丈夫なんで、ぜひ挑戦してみてください。本当に見栄え変わるしかっこいいんで。というわけで今日はDIY で花作ってみたの動画でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいこの動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します